ロッキード・マーティン -59X-59 59風洞実験用の模型ラングレイ研究センターでの風洞実験の様子ロッキード・マーティン -59 クワイエットスーパーソニックテクノロジーは将来の超音速機の研究および今後の低ソニックブーム超音速研究計画等へのために設計された実験機 X プレームの一つ 従来の超音速機では超音速での飛行時に衝撃波が生じるため飛行空域が限られていて民間の超音速機の普及の妨げになっていた。それらの問題を解決するために環境に配慮した機体の開発が進められる。NASA は実験機の初飛行に対してわずか3年間という開発スケジュールを正式に発表した。計画では資金調達の観点から NASA の継続的な X-59 への支援を確認して30年以上の間に実物大の実験機を開発するための達成可能なスケジュールを構築するためにキーデシジョンポイント C と呼ばれる厳格な調査を実施する。予定では2021年までに飛行する予定。予備設計審査は2017年6月に完了予定だったが参加したのは ロッキード・マーティンのみだった。スーパーコンピュータを用いた数値シミュレーションを駆使することにより、衝撃波の発生を最小限に止め、地上騒音を現在の超音速機の約1000の大きさである約60デシベルに抑える予定。4K 解像度のエンハンストビジョンシステムを備える予定。空軍の協力で実施される予定である。ありがとうございます。